じゃあちょっと公園の、あの方でですね、私もちょっと一緒にこう、まず打ち合わせさせていただいて、まあ、今までやったその公演だったりとかっていうところも参考にしながら、ちょっとテーマ4つほど作らせていただいたんですけど、まあ、まず1つですね、まあ、夢をつかむまでっていうところで、モチベーションのテーマをですね、ご用意させていただいてるんですけど、いろいろお話聞きながら、まあ、学生時代のこのいじめだったりとか、依頼があれば話していただけると思うんですけど、ちょっと触りだけでもですね、そういった時の乗り越えていったエピソードっていうところをお伺いできればと思うんですが、いじめられてた人がよく言うのって、こういじめられてたから見返したくてとか、うん、何クソって思ってこうその仕事だったり夢を叶えるみたいな方がうちの周りでは多くて、でも、はい、自分はそうじゃなくて、どうしたらこのいじめてる人と仲良くできるんだろう、友達が欲しいっていう思いから、はい、当時やっぱり同世代の方がデビューしてて、あ、歌を歌えば周りの人が寄ってきてくれるんだっていうふうに思った、はい、自分の居場所が欲しかったんですよね。だからオーディションを受けたっていうのがきっかけなんですよ。当時やっぱり安室奈美恵さん、マックスさん、スピードさん、ダ、うん、パンプさん、フォルダー5さん、そうですよね、と同じぐらいの人たちが大人気で、うん、みんな歌って踊ってて、はい、そしたらじゃあ学校に居場所ができて友達もできるんじゃないかって思って、うん、アクタースクールのオーディションを受けたんです、うん、沖縄に1年間移住して、うん、その時はみんなもう、みんな夢を追ってる子たちばっかりが、はい。だって中学校卒業してすぐ行ったってことですか？はい。もう受験もせずに。いや、その行動力すごいですね。やるしかないみたいな感じで、こう、そのオーディション見つけて行かれたんですか？別に歌が上手いとか言われてたわけでもないし、音楽番組とかも全然見なかったですし、それよりもアニメタイプで、うんいじめられてたこととかもデビューした後に経験としてお話することがあったので親とか知らなかったですし、めちゃくちゃいい家庭環境で育って、うん、月曜日から日曜日まで習い事をしていて、別に大金持ちじゃないんですけど、もう何不自由なく、はい、毎日ご飯食べれて、うん、お母さんお父さんも優しくてっていう中で育ったんで、うんうん、まず家族には言えなかったんだよね、そのいじめられてることを。あでもだから良かったと思ってるんですよ。帰ったらもう高田みそのに戻れるから大丈夫とか、もう言ってこない、普通に接してくれる、お姉ちゃんなんかに言ったらもう中1の時中3にいたんで、だから絶対助けてくれたと思うんですけど、うんでも、やっぱり自分の問題だし、いじめられる方にも問題はあると思ってるが、今も、誹謗中傷されるのは自分に原因があると思ってて、うん、もう誰も、そのこと誰も知らないところ行きたいみたいな。あだから全然なんかホームシックとかもなかったですし、よくあるじゃないですか、沖縄一人で寮に住んで。そうですよね。こう、はいはい。焦りとかもあってみたいな、歌うまくてダンスうまくて可愛い子がいるのがもう当然みたいな、うん、っていう中で、うん、楽しかった記憶、1年あっという間で、はい、やっぱりみんな夢を追いかけてるから、そのいじめとかももちろん沖縄アクタースクールではなかったし、おけど仲間でありライバル、辛いとか帰りたいとかそういうのはなく、学校には居場所もなかったし、友達もいなかったけど、はい、仲間もできたし、逆に良きライバルもできたし、みたいな、そう、切磋琢磨できる、常に刺激をもらえる、はい、いっぱいいたので、技術を、うん、まあ、うちモノマネが好きだったんで、まず、お姉ちゃんの歌声をモノマネして、ね、はい、当時。そうなんですか。お姉ちゃんが歌ってる曲をお姉ちゃんみたいに歌えば、歌が上手いって言われるみたいな。モノマネは今でも見るのも
やるのも好きですし、はい、そういった中でお母さんとお姉ちゃんっていう2人、歌の上手い人からモノマネをして、まあ、盗んでたわけじゃないですか。でも、ピラに行くともうそれが何百人っているので、いろんな情報をもらえたっていうか、はい、それを背負って東京に1年後行くわけなんですけれども、だそういう今話してても思いますけど、それを全部許してくれた家族がいるっていう、めっちゃ好き勝手やってるじゃないですか。急に中学卒業してすぐ受験もせずに沖縄に住みながら沖縄ツアーズルに通うんだみたいな、高校どうすんのって、大学どうすんのって当時は皆さんなってましたし、子供からお父さんになりたいって思ってたので、でその後も、まあ、バラエティーでこう活躍したりとか、まあ、歌手もそうですし、で今は YouTube もそうですし、いや本当に、まあ、声優だったりとか、あの音楽で聴いてたりとか、本当にいろんなものにチャレンジされてらっしゃると思うんですけど、そういったところのモチベーションって、なんか、どういうふうにこう湧いてくるものなんですか？こういろんなものやろうみたいな。いつも自分探しの旅みたいな。はい。自分に合うものを何なんだろう。自分は今でも、はい、も向いてないと思ってて。今までやった中で多分しっくり来なかったから、ずっといろんなことをやり続けてるんだと思うんですよ。はい。自分はこれだみたいな。これが生きがい。このために生きてたんだみたいなのが一個でも見つかれば、ずっとそれ続けられてると思うんですよ。でも、みそっていうのは、はい、続いたことがあんまりない。別にそれ、飽きてるわけでもないし、はい、そうじゃないと嫌なんで、毎回 100% で全力で全てにおいてやるんですけど、ん？違うなって、毎回こう思ってるから、いろんな畑に行くと思うんですよね。だから、どれやっても中途半端だねとか、みそってどこ向かってんのとか、何がやりたいのとか、すごい言われるんですけど、でも多分周りから見たらそうだろうなと思います。いろんな畑耕すけど、どれもなんか咲いてないし実ってないやんみたいな。だからこっちでは土耕しただけ、こっちではちょっと葉っぱ育っただけとか、全部こういっぱい畑は持ってんのに、でちょっとは育てられんのに全部、でも最後までなんかこうやり遂げたっていうかことってないなって今思ってて、数字というか結果、うん、なんかどれかこう1位みたいな、分かりやすく言うとっていうのがないので、だそれ自分が一番になれる何かをずっと探しながらいろんなことをやってるって感じですかね、うん、時代的にもね、いろんなことがね、こう起きてきてるので、そういういろんなところにも 100% にこう注いでいくっていう、ね、こう水野さんのやられてるってこといろんな人にこう刺さるんじゃないかなというふうに思いますし、あと仕事に関してもなんか手を抜かないというか、もう全部 100% でこう やられてるっていうところが、まあそこがこう好感度っていうところもね、あの実際会った時は好感度がこう高いっていうのがあると思うので、やっぱ講演会とかね、あ、うん、かもしれない運転ってあるじゃないですか。はい。かもしれない人生と思ってて、もう明日死ぬかもしれないって毎日思いながら今日生きてるんですよ、うち。うん、今死んでも何にも後悔ないし、悔いのないようにもうこの瞬間を生きてるというか、だから目の前のことしか見えてないから、その5年後どうなってたいんだとか10年後の自分はとか言われても、うん、でもこの数秒後どうなるかわかんないのにっていう、だからちょっとみそのは他の人と違って、こう目標を立ててそこに行く人っていうタイプの人間いるし、はい、逆算する人もいるし、はい、なりたいからじゃあ今何するか、うん、みそのは本当にもうここの目の前のこれが一番大事、はい、でも誇りに思えるのはこれしなきゃよかったっていうことがまずない、うん、全部その失敗だったとしても、あ、でもこれはダメだったんだっていう結論が出たから、はい、それを知れただけでもこの失敗は意味があるし理由があったんやなって思うから、お医者さんに言われたのが、人間死ぬ前に思うことって死ぬってなった時に、ああ、あれしなきゃよかった、これしなきゃよかったって思うんじゃなくて、うん、あれしとけばよかったな、これしとけばよかったなって思うんですよ、うん、間際って、だからやっぱり
まずはやってみるっていう、うん、そのめっちゃ石橋叩く人もいるじゃないですか。はい。それで動けないとか、ね。うん。1日経つのも嫌ですね。うん。1ヶ月経ったんだよねとか、1週間経っちゃってるとか、そう、もったいないと思うんで。はい。うん、1秒たりとも無駄にしたくない。はい。いや、それはすごく、うん、素敵な話ですね。まあ、確かに後悔がないように、まあ、この瞬間瞬間を大切に生きていくと、はい、うん、なので絶対タイムマシンあっても、うん、過去にも未来にも行かないですもん、うん、もう今が一番幸せってもう毎回言い切れる今があるっ